皆さんこんばんは、ジェントル山本です。ほろ酔い雑談始めていきたいと思います。今日はですね、こちらは、先日大阪に行った時に、いただいたお酒なんですけど、日本酒の獺祭というお酒ですね。山口県の日本酒になりますね。とってもフルーティーで、飲みやすい、とってもすごい有名な日本酒なのでね、皆さんご存知の方も多いのではないでしょうか。ゴールデンウィークは皆様いかがお過ごしだったでしょうか。僕の方はね、5月の5日から7日に、大阪に、サックスレッスンの旅に行ってまいりました。結果的にはですね、今回は10名以上の、ご参加、いただきまして、しかも今回はですね、奈良県、石川県、三重県、大阪、もうかなりいろんな地域からのご参加がありまして、もう本当にね、新たな出会い、それから、今回大阪は4回目の出張レッスンなんですけれども、リピートでね来てくださっている方々と、久々にお会いして一緒にサックスを練習して、サックスのアドバイスなんかをさせていただいて、皆様本当に、喜んでいただけました。どうもありがとうございます。こう YouTube をしていて、僕のこの YouTube の動画を見てくださって、サックスのレッスンにね、神奈川県や都内でお問い合わせをしてくださって、レギュラーのレッスンでもあるんですけれども、こうしてね、日本全国でいろいろな方々とこう出会う機会を持てるというのは本当に、YouTube をやっててよかったなっていうふうに思っております。まあ、この、ほろ酔い雑談なんですけども、最近ね、ちょこちょこやっていまして、レッスン動画を上げてる YouTuber って結構増えてきてるじゃないですか。なので、こう、真面目なレッスン動画もやりつつ、レッスン動画で言うほどのことでもないけれども、音楽の話とか楽器の話とか、まあちょっとね、お酒を飲みながら、皆様のお役に立てる情報とかお知らせとかね、今後こんな風に、計画を立てようかなと思ってる、こうまだね、こうまあ本当にいわゆる飲みながら話すような、ことを動画にしていこうかなと思っております。いや、毎回のことなんですけど、レッスンの旅本当にね、行ってよかったです。大阪のね、九条ネギがたくさん入ったネギ焼きというお好み焼きを食べたりですね、串カツを食べたり、それからね、柿の葉寿司っていう柿の葉でお寿司をくるんだお寿司をね、生徒さんにちょっといただいて、ホテルで食べたんですけど、それもとっても美味しかったですね。で、結構ね、美味しかったので、新大阪の駅で、もう一箱買って、新幹線の中で、食べていました。で、なんかね、前なんかのビジネス本かなんかで読んだのかな、こう、レッスンに限らず、音楽に限らず、ビジネスの、成功の鍵は、自分の行動範囲の広さに比例するっていう風に、その本には書いてあったんですけども、そんなもんかなっていうふうに最初はね思ってたんですけども、なんとなくその意味が分かったような気がしています。今年の1月はニューオーリンズに行ったりとか、昨年はね、大阪出張レッスンも自分で企画してね、向こうでライブをやったりとか、グループレッスン、個人レッスンと、もう定期的に行って、まあ、定期的にやることに意味があるなっていうふうにも思っていましたし、で、今回ね、5月にまた行きますって言ったら、また生徒さんが集まってくれたっていうことで、やっててよかったなと思っております。で、この大阪レッスンの、旅が実際うまくいったので、
今後はねいろんな地域に行ってみたいなっていう気持ちも生まれましたので、7月に福岡、九州ですね。それから、9月に広島、広島と大阪はセットで行こうかなっていうふうに考えております。そして10月に新潟、ちょっとね、新潟は7月に本当に行こうかなと思ってたんですけども、ちょっとこうスケジュールの都合上とか、ちょっとその時期にね、ちょっと長野県へのツアーが、演奏のツアーがあるので、ちょっとそれと新潟のねレッスンの旅を絡めてもいいかなっていうようなことで、ちょっと計画を立て直してみました。実際そちらの計画はLINE アットで随時お知らせをしていきますので、皆様 LINE アットへ、ぜひ友達登録をしていただくと、詳細情報とか、あとはもしね、新潟とか福岡とか広島大阪のに住んでる地元の方々のこうスタジオの、情報とかね、ここだったら練習できますよとかね、そういう現地の情報を僕はちょっと知りたいなと思ってるので、もし教えていただけたら嬉しいなと思います。ホームページからのメールからでもいいですし、 LINE アットでも構いませんので、もしねご協力いただける方いらっしゃいましたら、一緒にレッスンの旅を、作って計画を立てられたら嬉しいなと思っております。でいろんな地域に行くことで結構こう人と出会えるっていうのが僕はすごいなんか楽しいなと思うし、こうサックスレッスンの悩みはみんな一緒なんですよね。サックスの悩みっていうのは大体こう息が入ってないとか、ね、楽譜が読めないとかね、アドリブどうしたらいいんですかとか、セッション行ったら失敗したとかね、音楽理論のことだったり、発表会で緊張するとかね、もう皆さんの悩みは一緒なので、まあ、ぜひ悩みをこうね共有して、それでこうなんかアドバイスをして、で一緒にこう皆さん上手になっていただけたら、横のつながりができたら、いいなっていうふうに思っております。でね、おかげさまで、今年でサックスレッスンをするようになって、もう12年が経つんですけれども、20代のね20前半から結構レッスンをやっていたんですけども、おかげさまでこうレッスンをねたくさんやらせていただいております。でたくさんの生徒さんを見ていると、上手になる人となかなか上手にならない人ってこう結構見させていただくんですけれども、やっぱりね、行動力がある人、好奇心がある人、素直な人が上手くなるっている気がしますので、皆様もちろん練習はねやるんですけれども、ぜひレッスンの場では、例えば僕のレッスンに来てる時はその瞬間だけでもいいので、僕の言うことをやっぱり信じて素直にやってみて、失敗してもいいから、間違ってもいいからガツンとやってみる、挑戦してみるっていうのが上手くなる秘訣なんじゃないかなと思います。こうやっぱちょっと疑ってしまうとかね、飲み込めないっていう状況になると、なかなか上手くなれないっていうこともねあるのかなーなんて思うので、ぜひサックス初めてやるとかね、そういう方、新たなことに挑戦するっていう方は、結構今までの経験と比べてどうなんだろうかって思っちゃったりすることもあるとは思うんですけども、新しい世界に飛び込む時っていうのは、やっぱり先生の言うことを素直に聞いて実践をする、そしてちょっと不安があったとしても挑戦する、経験するっていうのがみんな上手くなるコツなんじゃないかなと思います。それから、僕のレッスン動画を見てくださっている方は、年配の方が多いみたいで、もう50代、60代、70代の方がね、見てくださっている、人が多いです。で、皆さん、口を揃えておっしゃるのが、年齢ね、もう、
50を過ぎて始めたんですけどとか、ね、本当に60なんですけれどもいいですかっていうお声がたくさんあるんですけども、何にも気にする必要はございません。僕は今36歳ですけども、たくさんの方に見てくださってるのは本当に感謝してるし、ぜひ力になりたいなと思っておりますし、初心者の方たくさん見ていますので、全然年齢のこと、初心者であること、未経験であることはむしろ、もう気にせず、俺は何も知らないんだから、一緒にお願いしますっていうことで、ぜひ来てくれればもう僕はもう全力で頑張りますので、よろしくお願いします。で、もう一つ、これはね、矛盾するようなことなんですけど、僕のレッスン動画では、見やすく、見てもらいやすく、意見をまとめて喋るということは意識して動画を作っているんですけれども、手っ取り早い答えをお伝えするっていうつもりもないんですよ。で、最近思うことなんですけれども、僕のレッスンは、生徒さんに自立してちゃんと練習ができる、なんで今この基礎練習をやってるのかなとか、こう生徒さんに自立してもらえるようにレッスンをしていきたいなっていうふうに思っているんですよね。だから大手の教室なんかが音楽を楽しければいいんだよって基礎練習をしてるけど、ああいいですいいですって言って、はい次曲やりましょうねって30分の短いレッスン時間の中でパーッと駆け巡るような、そういうレッスンは僕はしたくないし、 YouTube でもしたくないと思うんですよね。なので、ある意味厳しいことも言うと思いますし、答えを教えるつもりもないんです。生徒さん自身に考えてもらえるようなレッスン動画を作っていきたいし、レッスンでも、やっていきたいなと思っております。もちろん何らかの道しるべはお伝えしていきますが、生徒さん自身が判断して正しい答えっていうのは皆さんそれぞれ人それぞれ違いますからね。自分にとって正しい練習方法とか練習の意味合いとか音楽の楽しさ、皆さん人それぞれ楽器の楽しみ方っていうのは違うから、そういうのを皆さん自身で掴んでいただけるような、そういうYouTube チャンネル、レッスンにしていきたいなっていうふうに思っておりますので、ぜひぜひ、そういう考え方に賛同してくださる皆様、そして本当に楽器が上手になりたいっていう方は、僕は全力で、力になりたいと思っておりますので、皆様よろしくお願いします。それでは、またー。